はいどうも、今回は神奈川県横浜市、駅でいうと東神奈川のすぐ近くにある中華料理のお店、以前からね、目のシートからここうまいよと聞いていたお店です。行ってみましょう。
というわけでいただいてきました。南京亭さんの3枚目、そしてチャーハンでした。こちらの外観もすごく雰囲気あるんですが、中に入っても、どこかね、飾り立てているわけではないんですけども、非常にこう簡単な色といい、壁といい、縁にある空間という感じでした。そして運ばれてきた3枚目チャーハンは、もうボリュームすごいですね。3枚目は、あれは大盛りであって並盛りなんですか、あの量。そして味は、甘めの味付け、さらに野菜からの甘みも出るので、本当に特徴的なこう豊かに甘みを感じる味でした。で、美味しいです。でね、麺は柔らかくて、もう中のあん、熱々が上がってくるんで、かなり自分最初は苦労しましたけど、特にこう野菜食感ですよね。印象的なのは。その中でゆり根がね、本当にシャキシャキっていうのがたまに混ざってくるのが自分は非常に心地よくて、うまいなと思いながらいただきました。そしてチャーハンなんですけども、これは抜群。パラパラチャーハンなんですが、いわゆるこうちょっとかさついた、いわゆるこうちょっと乾いた感じのパラパラじゃなくて、一粒一粒は油にしっかりコーティングされて、しっとりと、で、味もよく乗ってるんですが、この米同士の間に空気が入ってるようなね、こう崩れ方をして口の中で一気に広がります。そして具も、卵は私ちょっと大きめでふわっと、そしてネギは、小さめに刻んでシャキシャキとという風に、具材によってこう、ちょっと大きさもアレンジしてあるのが、またこう食感が飽きなくて、もう最後まであの量ですけど美味しくいただきました。うん。はい、というわけでした。ここまでご視聴ありがとうございました。ではまた。